さて、続いては谷口博文の教えてブラスト。私コーナーをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私ですね、あのプロデューサーの岩崎さんと最寄り駅が一緒でして、2回ほど酒をご相談になっております。それであの決まったコーナーなので、若干プレッシャーが あるんですが、面白くしてくれるってことだよね。そうですね。はい、期待値が上がりますね。そうですね。僕弦楽器なので。あんまり吹奏楽の中に弦楽器っていないじゃないですか。あと思いつくのはハープぐらい、うん、で僕も基本的にはオーケストラ畑にいるものですから、吹奏楽の匠たちにですね聞きたいことがいっぱいあって、今日ちょっとそれを聞かせてもらえればなと思いまして、そんなコーナーです。あの拍手の間を作るのやめてもらっていい？いや大事でしょ、すごく大事でしょ。この4人っていうか、年がこうが大学でいうと3年、2年、1年っていうような、年子みたいな感じっていうか、なんていうか、そういう感じで、新平君と僕が同い年なんですけど、まずは新平君に聞きたいことがずっとあって、僕と新平君のやっぱ共演するの多いのって、オーケストラだから、岡山にも来てくれて、一緒にね、たくさん飲んだね、差しでも飲ませてもらってね、もうね、楽しかったね。吹奏楽の指揮を振るのとオーケストラの指揮を振るのってなんか違うのって、すごいその準備していくものとか、いわゆるこうすごく違いを感じながら振ってるのか振ってないのかっていうのは単純に聞いてみたくて、どうなの？それは。いや僕に関して言うと、全然ない。なんかそのコンサートマスターがクラリネットっていうことが多いわけでしょ、吹奏楽って。で、もちろんオーケストラだったらバイオリンなわけで、バイオリンってそのダウンがあってアップがあってみたいな、そういう動作が目で見える動作がすごくあるから、なんかすごい違うのかなって思ったりしてたんだけど、それ僕の師匠にも聞いたことがあって、何か違うんですかっていう、ないよって話をしてて、強いて言うなら今話してくれたその弦楽器の場合はコンサートマスターの力ってかなり大きくて、それに頼れる部分があるので視覚的に、でもそれはコントラバスでもそう思うと思うけど、管楽器がこう集まるともちろんモーションは皆さん出してくれるんだけど、それ視覚的なのがやっぱりこう薄れるっていうか、ちょっと頼りに、しきれないところがやっぱりあると思うから、そういう点ではちょっと違うかもしれない、コントロールの仕方っていうか、自分の指揮がよりこう、そう、ね、頼りにされるって言い方したら変だけど、そうね、あとはこれ僕は何とかしたいってことなんだけど、それは指揮の振り方ではなくて楽譜、その段数が違うのはもちろんあるんだけど、オーケストラの場合はほぼ 100% ホルンの下にトランペット、トランペットの下のトロンボーン、なるほど。けど吹奏楽の場合はホルンが上にいたりトランペットが上にいたりがこう譜読みしてるときに、ホルンは EF って書いてあるから、5度下の音でピアノで弾くんですけど、なんかそれがあれ弾いてたら全然違う音が、これトランペットじゃんみたいな、そういう楽譜の読み方の違いはかなり吹奏楽とオーケストラであるかなっていう、そのくらいですね。しんべ君、アマチュアの方との共演も結構あって、その僕のこれは意見というか考えなんだけど、しんべ君みたいにプロの団体をすごく振ってる人がアマチュアさんの団体のところに行くって、それはすごくいいことだと思ってて、その今の日本のアマチュアの団体のレベルっていうか、やっぱり少しずつ上がってきてるもんなのか、どんな感じなのかなっていうのはちょっと聞きたいなと思ってたんだけど。僕は吹奏楽のアマチュアの奏者の皆さんとあまり共演することがなくて、オーケストラとはたくさんあるんですけど、でもやっぱりかなりうまいですよ。でやっぱり音楽に対しての知識も愛も深いし、もちろんそのプロと違う大きく違うところもあるので、その普段は演奏者に少し委ねるところを僕の方でサポートしてあげたりとか、そういう違いはありますけど、なるほど、なんかこうアマチュアさんたちのレベルがこうぐっと上がってくると、プロもそれ
負けたくないとかじゃないけど、うん、相対的にこうレベルが上がるのかなってなんか思ったりしてて、それはあると思う、うん、すごくいいことだ。すっごい真面目なこと聞いてごめんなさい、いつもこんな会話しないね。だからこういうコーナーいただいてありがたいです、ね、どうしたの昨日の夜からずっと考えてたの真面目か真面目か。カンペンもういっぱいいっぱいです。カンペンちょっと映してもらったら、すごいダメなの。真面目なとこは見せられない。そうなんです。あの飲み会の時の僕が僕なんだ。そうか。あの今ちょっと恥ずかしいぐらい。ちょ福川さんにねすごい聞きたいことね、これね、うん、僕と福川さん初めて会ったの覚えてます？え飲み会ですよね。あ違うんですよ。え違うの？一緒に苫小牧行ってるんですよ。覚えてます？まだ福川さんニッフィルにいらっしゃった頃で、苫小牧で弦楽合奏をやってた。そうですそうですそうです。ね、俺が関係ないのに遊びに行って、なんかファンファーレ吹いて、うん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 、せっかくなんでってファンファーレ吹いて、うんうん、弦楽器の演奏会なのに。そうなんですそうなんです。その時か。だからもう僕がね、あんまり思い出したくないぐらいのド新人の頃に、もう福川さんもバリッバリのオーケープレイヤーだったから、はい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 、すごい雲の上のような人だったんですけど、年、うん、聞いたらあ。1個しか変わらないんだっていうのがすごいびっくりしたのを覚えてるんですけど、ちょっと福川さんと僕の共通点って言ったらすごい失礼なんですけど、僕たち現場めちゃめちゃ早く行くじゃないですか。行く行く、あのだいたい朝舞台裏ちらほらしか人いない時に、あおはようございますって福川さん絶対いるんですよ。俺も絶対一番のつもりで行くんですけど、あの一番最初に来てて、でこれ聞きたかったんですけど、なんかそのリハーサル前のルーティーンみたいなのってあるんですか？あります。あの僕はウォーミングアップすごい大切にしてて、うん、やっぱり金管楽器ってこの、あの唇の周りの筋肉がすごい重要なんで、それをなんていうの起こすというか、柔らかくしてあのリハーサルとか本番に、うん、ネプロというかステージリハーサルですね、うん、に臨むってことは大事だなと思ってて、うん、そのあのリハーサルでだんだん目覚めるからあんまりあのウォーミングアップとかしなくていいしょって人ももちろんいるんだけど、僕はリハでも全力で行きたいなっていうのもあって、うん、その始まる結構前から行ってるかな、うん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 、ね。だからすっごい朝早いですよね。なんか我々ね。そうだから前日ね、うん、だからその君とすごい長い間飲んでても、うん、ちゃんと起きて行くもんね。深川さんたまに飲んだ後も吹いてる時ありますよね。部屋戻ったらちっちゃい音で聞こえるとかありますよね。それは本当にすいません。いやいや、だから酔っ払ってもやっぱ吹きたくなる。なんかね、いや練習が足らないみたいな。時は。でもね、酔っ払って練習してもいいことないなっていうのが最近分かったので、最近は酔っ払った後は練習しないことにしてます。いやでもね、うん、ホルンの音聞こえた時にちょっと怖かったっすよ、うん、まだ吹くのと思って、まあ、たまに飲み屋でも吹いてましたから、はい、であの飲み屋で吹いてそのお客さんからお金をもらうっていう、なんか、うん、お前本当にプロオケの人かよみたいな、うん、それも私みたいなことですよね。ただ本当に楽しくなって楽器開けちゃって吹いたら、うん、その隣の人はもうこれ飲めみたいな感じでね、うん、っていうのはありましたよね。よく当時別にお金もらおうと思ってないんだけど、うんうんうん、会計がすげえ安くなってたりとかしたけど、ね、飲み屋に持っていける楽器で羨ましいです本当。そうだよね、うん、とあとその、うん、ホルンの皆さんっていうか、うん、吹奏楽でもオケでもなんですけど、これサックスもそうなんですけど、はい、昼休み、うん、絶対セクションでご飯行きますよね。あ、そうですね。あの別に仲悪いわけじゃなくて、うん、個別に行く、僕、うん、吹奏楽だと大体コントラバス一人だから、うん、食事行く人すっごい困るんですけど、あの、うん、ホルンとサックスって絶対一緒に行くんですけど、うん、あれなんか教育とかされてるんですか？なんでなんかね、長年の習慣というか、オーケストラでも吹奏楽でもそうだけど、ホルンって、うん、まあ、大体4人ですね、うんうん、で4人がやっぱり一つ の、 あのハーモニーを作るんで、いつの間にか別に そういう習わしでも何でもないんだけど、うん、ね、今日はどこにご飯食べに行くみたいなのは自然と、うん、てかもうなんかその昼休憩ってなってみんなが立ち上がった瞬間にじゃあみたいな感じになってるんだよね。それはなんか本当面白いですね、うんうん、なんか楽器によってサックスもそんな感じですか？そうですね、うん、割と
なんかもう学生の時もそうだったし、プロになってからもそうなんですけども、うん、なんか誰も疑問を抱かないというか、立ち上がった瞬間にその例えばその曲の話とかもしながらご飯に行くっていうようなので、あんまりだから誰も疑問抱かないですね。逆に僕らからするとさ、そんなにパートで別々に行くのみたいな。そうそうですよね。仲良くないの、ねね、みたいな。仲は悪いわけじゃない全然ないんですけど、まあ、僕がたまたま出会ってきた人たちなのかもしれないけど、リハ、まあ、休憩になったらパッと散る、うんうん、でスッと集まるみたいな、うんうん、人たちが多かったんですけど、どこの現場行ってもホルンとサックスは必ず一緒にご飯に行ってる、うん、イメージがあって、ね、まあ、随分谷口君がそういうビジネスライクなところで生きてこられたんだなってことが今分かりましたね。まあ、間違いないですねそんなわけないですけど、ね、寂しいって話を僕はしてくれるんですそう、あとね、深さん、ちょっと真面目な話になっちゃうけど、はい、最後、はい、うん、あのホルンってオーケストラの中ってすっごい大ソロがあったり、うん、もうとにかく、まあ、全ての楽器もちろん大変なんですけど、うん、まあその中でも、まあ、指折りの大変な楽器っていうか、うん、シビアな楽器がホルンだなと思ってるんですけど、うん、オーケストラのホルンと吹奏楽のホルンって大きく違いってあるんですか？まあ、やってる内容は確かにその吹奏楽がサックスとかユーフォニアムとかすごいスター楽器があるから、うんうん、そこまでソロがいっぱい回ってくるわけでもないし、うんうん、音量的にもすっごい絞らなきゃっていう場面が少ないから、そういう意味ではシビアさはオーケストラに比べると少しないかもしれない、うんうんうん、なんだけどやってる役割としてはやっぱりそのさっきも言ったようにハーモニーを作るっていうのはめちゃくちゃ大事なことで、ハーモニーがいないと本当にもう音楽ってつまんなくなるじゃない、うんうん、でそれをあのホルンの4声帯で例えば一番下の人はバスと一緒に動いてるとか、うんうん、一番上の人はあの和声的にソプラノっていうけれども、うんうん、大体、アルトサックスの2番サックスとかだったり、うんうん、クラリネット3番クラリネットとかと同じような動きをしてたりするので、そういう意味ではその全てのパートをの間にシュッて入っていくっていう役割はもうオーケストラでもそうだし吹奏楽でもそうだと思うので、それはねすごい楽しいですよ。あの人がどういう感じで演奏してるから、これをパートに伝えてどういうふうにパートの音楽を作っていくの。でも例えば4番ホルンの方からバスはこういうふうに動いてるよってアピールが音楽として聞こえてくるし、僕もバスの方を見てたりするから、それであこういうふうになってるから、じゃあこういうふうに間を取り持っていったらうまくいくかなみたいなコントロールってめちゃくちゃ楽しいです、両方。なんか福川さんとこういう真面目な話しないから楽しいですね。初めてかもしれないね福川さんって真面目なんすね。俺基本的に真面目、うん、君と話すと不真面目になるから、ちょっとこのコーナー早めに終わりたいと思ってます、いや新しい一面を見せていただいてありがとうございます。ありがとうございます。また飲み行きましょうね青田さん、はい、すみませんお待たせして申し訳ない、はい、あの顔がずっとなんかキョトーンとしてたんで、もう次いつ来るんだろうって、うん、あの2つもね年上って、まあその2つしか変わらないと思うかもしれないですけど、結構我々の世代ってまだ上下関係が残ってたので2個上って結構怖いぐらいの先輩な頃なんですけど、あの青田さんずっと僕に敬語なんですよね、ずっと。なんかと谷口さんの仕事とかで出会ってますよね、うん、僕。そうですね、青田さんに来てもらいたくて、うん、僕がお声掛けしたとかがありましたよね、うん、年とか知らない時に、うんうんうん、年上かなとか思ってて、あ、なるほど、うん、で割と本当にすごいその、お仕事でお世話になって、うんうん、で結局東京吹奏楽団でお世話になる時も、うん、あの来ていただいてるっていう感じだよね、うん、いやあのただ覚えてないかもしれないですけど、うん、鹿児島でペロペロの青田さんに会った時に、うん、ずっとタメ語だったんですよ。で、あのおい誰打って言われて、僕そっちの方が好きなんで。本当はじゃあもうやめるわ気こちねえなまあそんなね、こう青田さんと、まあ、共演がまあすごく多いし、まあ、僕がすごいなんかこう兄貴みたいな感じで青田さんすごい好きなんですけど、その青田さん、まあ、東京吹奏楽団のコンサートマスターとして、まあ、吹奏楽団に深くこう関わってらっしゃるっていうふうに僕は思ってるんですけど、あの青田さんすごく指導をたくさんされてるじゃないですか。で僕もあの吹奏楽の指導だったりオーケストラの団体の指導行くことあるんですけど、結構その例えば高校3年間とか中学3年間の
ものすごい大半を部活で過ごすことになるじゃないですか。吹奏楽部入ってらっしゃいました。やっぱ僕たちより世代が若いから、その世代でも結構夏とかはずっと部活にいたりっていう感じ。やってましたね。もう土日も9時4時で、ちょっと夏はマーチングみたいな感じでしたね。なんかこうその時間をずっと過ごす上で、そのなんかこう青田さんってすごいその人柄もすごい楽しい方っていうか、まあ、教えてる時は厳しいのかもしれないですけど、なんか指導で一番気をつけてたりとかっていうことってあります？あ、なるほど。その吹奏楽部もいろいろな規模があって、うんうん、そのレッスンの頻度っていうのもいろいろ、あの定期的に毎月こうレッスンをこう行けるところもあれば、季節に1回のところもありますし、大会の前だけこうレッスンの需要がある学校ももちろんあるし、場合によっては本当にもう全部の楽器の先生を呼べないから、木管1人金管1人っていうのでずっと回してる学校もあって、毎月行けたりとか、その頻度が多いところっていうのはすごく手が回るというか、あの子はこういうタイプだからこういう練習がいいなとかできるんですけど、やっぱりそのなかなかこう予算の関係とかでね、レッスンにお金をかけられない学校になんかぴったりなものないかなって思ったんですよね。だからこのブラストっていうこの企画もなんかいろんな可能性が秘めてる。すごいなんか話の持っていき方がブラストに急にいったなと思って、びっくりしたよね、ちょっと。福山さんと目を合わせて、青田さんすげえみたいな。なんか悪いこと言っちゃったかなと思って。すごいキラーパス。珍しくうまくいったから、うまくいかない方が普通な。そうだ、自分でもちょっとびっくりしちゃって、このままブラストの名前出していいのかぐらいにちょっと。ブラストの名前出していいやつですよね。ですよね。当たり前ですよ、ね、今回ブラストの提供ね、この番組にやらせていただいてます、ね、提供いや、だからブラストなんですよ、うんうんうん、指導する先生が全部の楽器に対してやっぱりアドバイスしなきゃいけない期間もあるから、うん、なんかそう顧問の先生とかにこういろんなね、今回のブラストの特典映像とか見ていただくと、うん、すごく子どもたちも、いろんな正しいというか、まあ、そのいい知識を得られるんじゃないかなと思ってますね、うん、なんかもどかしい時ありますよね、 これ以上教えたいんだけど、どうしても事情があって教えられない、これ以上がいけない線みたいなのが、を感じた時に、なん気持ちとしては何かしてあげたいなっていう気持ちはすごくあっても、それ以上はどうしてもいけないっていう事情、ここが一番もどかしくて、なんかそれはね、僕たちが立ち入れないところにもある理由だったりするから、そういう意味でもぜひブラストを活用してくれたりっていうのはいいかもしれないですよね。いや、うまく持ってきてよかったっす。あとごめんなさい、これね、聞いていいかどうか分かんないですけど、審査、はい、吹奏楽の大会、はいはい、オーケストラ部って僕が把握してる中でもかなり少ないのかなって、吹奏楽部に関してはね、テレビで特集されるぐらい全国に数があって、まあ、夏はそのコンクールっていうのが、まあ、僕も高校の時出たことがあるんですけど、まあ、もう僕らの年になると友達が審査員になってるっていう当たり前になってきたので、審査をするときに別にそれがどうこうとかじゃなくて、なんかこう注目してるところって青田さん的にはどこら辺なのかな。あ、すごい。なるほど。新平さんとなんか僕審査にいた時、朝朝食会長でお会いしたことありました。あ、そうですね。そうね、去年の高松、職場の全国大会ですかね。新平さん出てたっけな。そう、僕は視察に来られたんですよね。視察に来たんです。今から言うことがいけないとかじゃないんですけど、うん、やっぱその管楽器がみんなフルパワーで吹いたら迫力がある演奏ってやっぱなると思うんですけど、うんうん、その状態になんか悪いとかじゃないんですが、うん、その和声的なキャラクターをよりもそのボリュームが楽しいっていうと、今ね、こういう和声進行でこんな気分になりたいっていうのをなんか感じれないと寂しいなっていうのも、なるほど、そうするとなんか、なんだろうな、何が原因かなって考え始めちゃうと、うんうん、少しなんかそのバランスが悪いのかなとか、うんうんうん、そういった審査項目の審査項目のみたいになるんですけど、まあ、基本初めからその脳で審査してるわけじゃなくて、うんうん、まずはその全部の団体の演奏を楽しませていただきたいなとこう、まあ、思っているんですけど、コントラバスの世界だけで言うと、もう
僕らのその世代っていうかこの世代って結構あの携帯電話一つ取ってもすごい進化をしてきたのと、それをなんかこう思春期とともに過ごしてきたっていうか、ギリギリポケベル世代だと思うんですけど我々って、うん、そうなんかこうその YouTube とかで明らかにこう情報量が増えたと思うんですよね、うん、あの CD を買うっていうことがよりも今は YouTube で見たりとか、まあ、それはあんまり言っちゃいけないのかもしれないけど、なんか今のその、まあ、青田さん中学校とか、まあ、小学校も行ってらっしゃるかもしれませんが高校とかっていうその学生たちのレベルってやっぱり情報、まあ、型といっては言い過ぎかもしれないですけど、情報量がすごくある時代でやっぱりレベルも上がってきてるもんなんですか？それはですね、うん、情報は今集められるようになってると思うんですけど、うんうん、その情報を集めるか集めないかってやっぱ本人の子供の、その、うん、もちろんその情報を集めてる、だからそのなんて言ったらいいの、うまい子たち この技術的なこの最大値みたいなのは上がってるんじゃないかなと思うんですが、集めてない子はやっぱ今の時代でもいるのかなとは思いますね。うん、なんかその集めるにしても気をつけた方がいいことみたいなのってあるんですか？やっぱその動画がその自分の求めてる判断でもう1個あったのそれを聞いてしまうというよりは、いろいろそのなんて言ったらいいんだろう、うん、まあ、例えばあるものだけ YouTube で検索が出てきたからそれ聞くっていうよりは、作曲者の国はどこかなとか、なんかそういうその同じ国のこう演奏あるかなとか、まあそういうことまでこうちょっとなんか気を使うといいんじゃないかなと。なんか情報が多すぎるっていうのもかえって難しいことがあるのかなと思ったりするんですけど、ごめんなさい、なんか真面目な話ばっかりしてもうずっとこれ聞きたかったんです。もう実りある時間でしたけど、最後にあの手摘みさんに聞きたいんですけど、はい、マーチングっていうのもコンテストみたいなのがあるの？コンテストあります、あります。マーチングも夏の大会とか、あと東関東とか進んで全国目指してみんなやっていくんですけれども、うんうんうん、あります。あのじゃあ吹奏楽部ってずっと忙しいんですね？そうですね、うんうん、結構年中通して忙しかったですね。やっぱ夏皆さんあのコンクール始めて、まあ、全国と進んで子はしばらく残りますし、うんうん、マーチングやってる学校はそのマーチングもやらなきゃいけないし、あの秋の芸術鑑賞会とかでも演奏したり、運動会体育大会で演奏したり、入学式卒業式とかもやるので、うん、学生は忙しい。いやすごい、それで勉強もしなきゃいけないってなったら大変ですよね。そうなんですよ。いやなんかブラストがねそういう忙しい方々にぜひ活用してもらえるようにちょっと我々も頑張っていきたいなと思いつつ、ね、学生だけでなく本当にいろんな世代の方々に本当に活用してもらえるアプリなんじゃないかなと、通勤電車の中で見てもらうとかね、そうですよね、楽しいですよね。まあ、現代人本当に忙しいので、それこそ先ほど情報がねあのたくさんある取捨選択も大変っていうところだと思うんですけども、このブラストのアプリがもうこの何か現代人にとって本当にね活用できるようないいアプリになっていけたらなと思っております。はい、教えてくれてありがとうございました。素晴らしい、よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、今回はですね撮影時のエピソード、そして裏話についてお話をしていただいたんですけれども、そろそろお時間が迫ってまいりました。谷口さんにもまだまだ聞きたいことがたくさん残っているかなと思うんですけれども、今回はここまでになります。では最後になりますが、この動画をご覧の皆さんに、一言ずつ皆様ご挨拶をお願いいたします。では佐々木さんから。はい、本当に今日お聞きいただいた通り個性的なそして素敵なメンバーが集まって、収録した皆さんを楽しめてるお聞きできる、ブラストアプリでございます。ぜひ、引き続きお楽しみいただければと思います。はい、ありがとうございます。では続いて福川さんお願いします。はい、まあ、あのブラストというアプリは360度あの見れますんでね、ぜひ皆さんの視野も360度に、開いていただけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。続いて青田さんお願いします。はい、ブラストの演奏や映像ももちろんなんですが、こういったのメンバーの、人間とかねそういったものもどんどんね伝えていけたらと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではラスト谷口さんに締めていただきましょう。ありがとうございます。プラスをツイッターのアカウントがございますので、各奏者の方にあの聞いてほしいことなど質問などありましたら、何かこうどしどし送っていただければ私
コーナー持ってますので、はい、ぜひ私ごと活用していただいて、あの聞きたいことを聞きまくりたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。では今回の動画は以上で終了となります。ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ブラッソのアプリはこの後に表示される QR コードからダウンロードできますので、皆さんぜひダウンロードして世界初のコンテンツをお楽しみください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。